長崎市への原子爆弾投下に伴って発生したキノコ雲。キノコ雲とは水蒸気を含んだ大気中へ膨大な熱エネルギーが局所的かつ急激に解放されたことによって生じた非常に強力な上昇気流によって発生する大流雲の一種である。キノコ雲は積乱雲にまで成長することが普通であり、しかも通常の積乱雲では達しないような 高さにまで運調が達する例も見られる。キノコ雲の構造。局所的で強い上昇気流が外気を巻き込み、キノコ状の構造を形成する。熱気を一瞬で放出し、霧や煙をマーカーに用いると、爆発や燃焼によらずキノコ雲様の現象を作ることができる。キノコ雲を作るほどの急激な上昇気流を起こす熱源としては、核爆弾や 大量の爆薬の爆発、大量の燃料の急激な燃焼、火山の噴火などがある。キノコ雲の生成される要件は、あくまで何らかの原因によって、熱気の塊が水蒸気を含んだ大気中に急速に出現することであり、爆発や燃焼は必ずしも必要ではない。アップショットノットホール作戦での核爆発、広島市への原子爆弾投下に伴って発生した、 キノコグモ。撮影された写真から、雲長は約1 6トルの高さまで成長したと推定されている。原子爆弾や水素爆弾の核爆発によって生じる。キノコグモは、ハラシューンとも言う。大気圏内核爆発では、瞬間的に巨大な火球ができる。これは、核反応時の莫大な熱や圧力などの膨張エネルギーや、核反応により放出された。 X 線やガンマ線が空気中の原子に衝突して、それらの原子を冷気するためで、周囲の条件にもよるが、広島、長崎級の核爆発では、直径200メートルから300メートル程度であった。広島、長崎では、原子爆弾が空中で爆発し、火球は地表面に達しなかったものの、そのような場合でも、火球から発する強い衝撃波が地表面を粉砕した。 また、火球がマイクロ秒単位の極めて短い時間で膨張しきる、時に火球が発達した体積内とその周囲に存在したあらゆる機体は、各反応エネルギーと火球膨張により外側周囲前面に押し出され、衝撃波とともに爆風として放散される。この爆風の持続時間と風速は、各反応によって生じた火球の膨張速度と体積に比例し、 火球が大きく膨張時間が短いほどパワーは強くなる。火球は非常に高温度であるため、地上付近での爆発では土砂や建造物などが気化して火球に取り込まれる。火球は極めて高温だが、上昇と時間経過につれ徐々に冷却されていく。その際、気化した物質や周囲から吸い込んだ水蒸気が凝結し、ドーナツ状の寒流運動をする雲の塊となる。 火球が上昇した後の地表付近では、気圧差から大量の空気が流入し、破砕物や水蒸気を含んで上昇するため、火球につながる雲の柱が生じる。それが上空に達すると冷却される。その後水平方向にも粒子が拡散し始め、かつ重力により地表に引き戻されて全体としてキノコ型を呈することになる。 初期の段階では高温によって生じるアショウ酸や窒素酸化物や核分裂などの核反応の残骸である核分裂生成物などのために赤みや茶色味を帯びているが温度の低下とともに水滴が多くなり通常の雲と同様白色となる周囲の空気より温度が高い間は上昇を続け冷却が進むと停止する雲の形成速度は速く 1>, 1マウントの核爆発の場合、気象条件にもよるが、高度約 16km まで2.5秒、約 19km まで3.8秒ほどである。1 0 0トンを超える大規模な核爆発では、長部が清掃圏まで到達し、1マウントでは高度約 20km、雲の半径は約 9km にも達する。1954年3月1日の、 生きに干渉での水爆実験での15マウントの核爆発では、キノコ雲の高度は約4 0トル、直径約1 0 0トルまで成長した。ハラシューンを形成する火球は強い上昇力を持っているため、積乱雲と同じように雷や雨を伴う。広島や長崎で降った黒い雨がその例である。ただし、雲中には核兵器やその他の残骸や、 ゴミ等の放射性物質が含まれている。通常の積乱雲は持続的な上昇気流によって数時間以上維持されるが、ハラシューンでは火球が上昇を終えると成長は止まり、周囲に拡散して1時間程度で崩壊する。1976年、テキサス州ハーリン人ンで行われた航空ショーでは、アメリカが広島市に落とした原子爆弾投下を再現するイベントを実施。 地上で爆薬を爆発させてキノコ雲の再現を行う演出まで加えられた。この原爆症について日本の広島市長、日本政府が抗議、国際問題に発展した。噴火する火山の噴煙も状況によってはキノコ状となり、キノコ雲と呼ばれる。通常の高度は数千メートル程度であるが、特に巨大な爆発では、 成層圏やその上の中間圏に達する規模のものが見られる。ありがとうございます。